斉藤一氏は、青森県青森市出身の日本の柔道家。ロサンゼルス五輪及び、ソウル五輪の柔道男子重量級金メダリスト。国士館大学体育学部教授、同大学柔道部監督、全日本代表監督を務めた。ダニーは、行動官九段。以下位は、十五位。九百六十一年に、青森市筒井八橋で生まれ、九百六十七年に、 私立津つ小学校へ入学。小学校時代にはすでに体が大きく、相撲をやっていて、同級生らからは水出ぶなどとあだなされていた。TBS 系テレビドラマ、柔道一直線にて、主人公が特訓して大きな相手を投げ飛ばしたり足でピアノを弾いたりするシーンを見て、柔道をやればできないこともやれるようになるのではないかと思ったのが、きっかけとなり、父に、 死ぬまで柔道をやるから土地買って、柔道着を買ってもらい、柔道をはじめ、アニメ、アニメドキュメントミュン編への道の影響で、いつしか自然と五輪を目指すようになっていったという。1973年には、私立津水中学校へ入学して柔道部に所属。引き続き相撲と掛け持ちで柔道の稽古に励むも、中学3年生になった時に、 当時の顧問が他校へ転任することとなり柔道部は旧部の危機に代わりの顧問を見つけることを条件に旧部を免れた斉藤たちは半ば泣き落としのような形で同校教諭の吉田に顧問を引き受けてもらうこととなった以後は柔道経験のない吉田が用意してくれた夏井昇吉著の柔道入門が先生代わりとなり当時14、5人の部員たちは 本が黒くなるまで交代で読み回したという。この結果、斉藤は3年時の青森県中学校体育、大会夏季大会の重量級で優勝を果たした。1976年に筒井中学校を卒業して、東京の国士館高校へ入学した。高校2年の夏、今式大会では3位に終わったもののインターハイでは、団体決勝戦で代表戦に出場して、これに解消し、 国士館高校を東京全発の優勝校に導いた。翌78年も今週期大会でこそ優勝には及ばなかったものの、インターハイでは団体優勝して2連覇を達成したほか、個人戦でも大宮工業高校の今川直明に次ぐ準優勝という成績を残している。1979年に国士館高校から国士館大学体育学部へ進学すると、 同年10月の全日本学生選手権では1年生、ながらに守備よく勝ち進み、決勝戦で後に長く斎藤の前に立ちはだかることとなる当時全日本3連覇中の山下康弘五段と初めて対戦。ポイントこそ奪えなかったものの返し技で山下をぐらつかせるなど前線し、最後は北条志望型に抑え込まれて敗れた。それでも翌日の新聞では一面で、 その活躍ぶりから、ポスト、山下や、山下2世といった具合に書き立てられたという。斎藤は、大学時代、1979年から81年まで、全日本新人体重別選手権の重量級を3、連覇し、4年時の1982年には、全日本学生体重別選手権を獲得するなど、当時の学生柔道界において頭一つ抜きんでた存在であった。 シニアでも全日本選抜体重別選手権で81年に優勝し、日の木舞台の全日本選手権では81年82年と連続して出場して、それぞれ遠藤澄夫六段と松井紗を五段に敗れたもののその名を全国に知らしめた。また、団体戦では国士館大学チームの主軸として全日本学生優勝大会で81年と82年に、 同大を準優勝と3位へ導いている。1983年に大学を卒業すると、体育学部女子として、国士館に残り、直後4月の全日本選手権では3回戦まで、難なく勝ち上がって、準決勝戦では、天理大学学生の正さきよ三段との、巨漢対決に。激しい攻防の末に、両者とも決定的なポイントはなかったが、大外刈り、大内刈り、 対応ち背負い投げと果敢に攻め続けた斉藤が判定勝ちを得て全日本3度目の出場で自身初となる決勝進出を果たした。大会7連覇を狙う山下康弘五段との決勝戦では大外が離島で攻める山下に対して斉藤は必死にこらえながら応戦して互角の試合を展開するも試合終了間際に 斉藤の大外刈りを山下が小外刈りで返して場外ながらも斉藤に尻餅をつかせたのが材料となり旗判定では山下に旗が2本上がって斉藤は準優勝で大会を終えているそれでも10月にモスクワで開催された世界選手権に無差別級で出場すると優勝を果たし同じく重量級を制した山下と共に世界チャンピオンの栄冠を得た 翌84年には4月の全日本選手権で松井竿五段との準決勝戦以外は危なげなく勝ち上がり大方の予想通り8連覇を狙う山下五段と世界選手権者同士の決勝戦に試合は前年同様一進一退の攻防となるも最後は山下の優勢勝ちとなり斉藤にとっては前年の雪辱には至らずまたも準優勝に甘んじた 8月のロサンゼルス五輪で日本は山下を無差別級、斉藤を重量級に据えて、これに臨み、斉藤は決勝戦で全大会王者のアンジェロ・パリジを破って、優勝、世界選手権と同様に、山下と二人揃っての金メダルを獲得した。ただし斉藤は、世界王者に二度輝きながら、山下に勝てず全日本で優勝していないこの頃の心境を五輪で、 金メダルを取りながら自分は本当の世界一ではないというわだかまりが心の中に常に残っていた。最初は憧れ、目標の存在であった山下さんを倒すことが自分の宿命だと次第に感じるようになっていったと著書の中で10回している。とりわけ山下二世の斎藤というように自分の名前が呼ばれるときに必ず、 山下の名前で形容されることには非常に抵抗があったようである。打倒、山下に執念を燃やした斎藤は、全日本決勝が10分の長丁場であることを踏まえ、スタミナ対策に勤しみ、また、山下の得意技である大外刈り対策として、大外返しの特訓に打ち込んで、1985年4月の全日本選手権に臨んだ。大会では、初戦で、 桃田秀明五段、二回戦で、栗原道夫四段、三回戦で、渡辺博史実る三段、四回戦となる、準決勝戦で、滝、吉直樹四段を下して、決勝戦に進出。決勝で三度、山下と対戦すると、中盤に山下が仕掛けた大外刈りの、フェイントからのしずり込み足を空振りさせたところを、作戦の特訓していた大外返しに行ったが、 山下の技が大外刈りではなかったのでできず、浴びせ倒し背中から山下を倒す格好となったが、この技は審判から有効な技とみなされず、その後山下は構勢に出て斎藤がやや守りの姿勢に入って試合が終了した。浴びせ倒しは技とみなされていないので一本は取れないが、他の投げのスコアは取ることが可能であった。佐藤信幸や斎藤の国士官高校時代の 監督であった河野一世や NHK はスコアが与えられなかったのは山下のスリップ、自爆とみなされたためであろうとした。終了と同時に勝利を確認した斉藤がガッツポーズを出す場面もあったが、中盤に繰り出された斉藤の返し技がどのように判断されるか注目される中で結局判定の大きな材料とはならず、逆に試合終了間際までものすごい行走で技を、 出し続けた山下が旗判定で優勢勝ちして大会級連覇を達成。主審は斉藤優勢としたが、副審2名が山下優勢とした。結果としてこの大会をもって引退した山下とは8度対戦しながら斉藤は一度も勝てずに終わっている。それでも最初は一本譜だったのがその後は指導、注意、僅差と次第に山下との実力差が縮まっていったのも、 事実であった。なお、斎藤は、試合後に、山下の残した、本当は、ロスゴリンの後で引退しようと思っていた。でも、最後は、斎藤の挑戦を受けてから引退しようと、考え直したとの言葉に感激し、斎藤は、こんな人に出会えた自分は幸せ、山下さんがいたからこそ、それに向かう努力、研さんというプロセスも生まれたと感謝の言葉を述べている。山下の引退後は、 柔道界のトップに立つと期待された。85年9月にソウルで開催された世界選手権に出場すると決勝戦で地元韓国の蝶広志徹と対戦。この試合では蝶が開始すぐ立った姿勢から腕ざわき肩を仕掛けて一挙に体を捨てるとバキッという音とともに斉藤は釣り手である左腕の肘を脱臼して試合続行不可能となり危険不となった。 これに対して、日本選手団は、長が施した立ち姿勢から体を捨てる腕沢き方は、アイフ試合審判規定28条で、示されているように警告に該当する、反則義なのではないかとアイフに、質問状を提出したが結果としてトローに終わり、斉藤にとって2度目の世界選手権は最悪の結果となった。これについて、斉藤は後に、これから自分の時代だ、 という負いが逆に心の隙を生んだ相手の技を返すことを考えて受けの柔道になっていたことが最大の敗因と実感している。ソウルでの大怪我の後は腕も細くなり左手に力が入らない状態であった。それでも斉藤は柔道界を背負わなければという使命感から腕にチューブを巻いて練習に打ち込んだが全国の猛者が集う全日本選手権では 手多いの状態で勝てるはずもなく、翌86年大会は準決勝戦で、藤原啓生五段に力人の判定で赤敗し3位に、とどまった。それでも、同年10月のアジア大会とカノーハイでは、優勝を果たしている。1987年には全日本初制覇を意気込んで練習に励むも、大会直前の3月に右膝をひねり、半月いた、損傷、十字人体及び、 外側人体の断裂という大怪我をして本大会出場は必ず。手術を受けて療養のため群馬県の関牧温泉病院に入院したが自暴自棄になってリハビリにも力が入らず周囲から見たら不快な患者だったのではないかと斉藤。そんな中手が不自由な老人が懸命に手を動かす姿を見て斉藤は 本来ならば世界チャンピオンの自分が周囲の患者を励ます立場じゃないかと猛省し、その後はもう一度城の上に立つことを誓ってリハビリに励んだという。度重なる大けがで限界説も囁ささかれ最藤だったが懸命のリハビリの末に再び同意を身につけると直後3月の全日本選手権東京予選に優勝し、 ソウル五輪への出場権をかけ不退転の決意で1988年の全日本選手権に出場した。大会3連覇を狙う正木吉美五段や前年、準優勝の元谷金次郎五段、学生ながら、前年の世界選手権無差別級王者となった小川直也四段に、すでにベテランの域となっていた斉藤を加えた四人の激突に注目が集まり、 大会本戦ではまずこのうちの元谷と小川が3回戦で姿を消した。必然的に決勝戦は、まさきと斎藤との争いとなり、会場の日本武道館が大いに沸き立つ中での決勝試合は、両者の激しい攻防となったが、復活戦での優勝を狙う斎藤が終始気迫の攻めを展開し、試合時間いっぱい後の旗判定では、文句なしに斎藤の優勢価値が先せ,せられて、 悲願の全日本初制覇を成し遂げた。続く6月の全日本選抜体重別選手権でも決勝戦で小川直也を効果で破り、これらの活躍をもって斉藤はソウル五輪の重量級代表に選出された。ソウル五輪本番では斉藤の出場する重量級までの階級で他の日本代表選手は全員が金メダルを逃しており、東京五輪より続く。 日本柔道の金メダル連続獲得記録が斎藤に託されるという状況であった。その大変な重圧の中で準々決勝戦までの3試合を得意の寝技で一本勝ちすると準決勝戦では因縁の相手である韓国の張広志投了注意で破った。そして迎えた決勝戦では東ドイツのヘンリー・ストールを警告で下して五輪重量級に連覇を達成し、 大会の柔道競技で日本人唯一の金メダリストとなってお家芸、日本の威信を一人で守り抜く形となった。なお、中学時代に斎藤ら柔道部員の熱意を買って柔道部の代理顧問を務め休部の危機を阻止してくれた吉田教諭が斎藤のためにソウルまで応援に駆けつけてくれていたという。1989年3月に斎藤は現役を引退。 以後は1990年8月から2000年3月まで国士館大学柔道部監督を務めた。就任に際しての斎藤の目論みは、自身の現役時代の練習法を学生たちに叩き込んで鍛え上げるつもりだったが、意に反し国士館は長く低迷期に陥ってしまう。2年ほどしたある日、大学後輩の山内直人から、先輩は偉大すぎで怖すぎ、 先輩が学生のレベルに合わせないとと漏らされて、ふと我に帰ったという。すなわち、学生たちは体力も体格も性格も一人一人違うにも、かかわらず自分のやり方を押し付けたので、学生たちが萎縮している現状を突きつけられた。以後は体力別の練習メニューを取り入れたほか、学生たちと話し合う時間を長くとって、また時には一緒に酒を飲んでバカをやって、 コミュニケーションを取るよう心がけたという。徐々にこうした試行錯誤の成果が現れて、1999年には学生の団体戦で3連覇を達成。とりわけ教え子の一人である鈴木刑事については、深夜3時までマンツーマンで指導するほどまでに目をかけていたようである。一方で、1992年より山下康弘監督率いる。 全日本代表の重量級担当コーチを2期8年、務め、さらに、シドニー五輪の大会後から、山下の公認として、監督の重責を2期8年務めた。斉藤曰く、コーチの時の空気と、監督という柱の上に立った時の空気では、全然違う、口では言えないぐらいの重圧とのこと。アテネ五輪と2008年の北京五輪では、男子日本代表は、 全体的に決してかんばしいとは言えない結果であったが、それでも教え子の鈴木と石井里氏を金メダルに導き、かつて自らが築いた重量級世界一の系譜を死守した。北京五輪後に代表監督を辞して全日本強化、副委員長となり、2012年には強化委員長に昇格。またこの間、2007年には行動官の鏡開きの際に型の演舞を行い、 オリンピックより緊張したとコメントを残している。2013年に肝内胆肝が判明し、以後は闘病生活に入りながら指導に当たった。次第に痩せ細っていく姿は誰の目にも明らかであったが、それでも周囲に心配をかけまいと体調が優れず稽古や試合に顔を出せない時には、理解用やインフルエンザ等と気丈に話していたという。1年以上の闘病生活の後、 2015年1月20日2時56分、館内胆管癌に伴うが安静胸膜炎のため、大阪府東大阪市内の私立総合病院で死去。54歳没。2月17日、日本国政府は没日に遡って、15位に女子朝日賞受賞を追贈。また行動官からは、柔道界に対する功績を称え球団くらいに劣勢られた。死の前日。 妻は斎藤に、今日は、稽古休ませる。子供と一緒にいると声をかけたが、斎藤は力を振り絞って、行けと言った。これが子供たちにかけた最後の言葉となった。斎藤は生前、指導のモットーとして、チャンピオンは勝者だが、チャンピオンとだけが勝者ではない。三、四年の部活動の中で、自分の力を出し切る努力を成し遂げた人も、また勝者、たとえレギュラーになれなくても、 柔道をやっていてよかったと思える、修行の仕方をしてもらいたいと著書の中で述べていた。3月15日に東京プリンスホテルにて催した、お別れの会には1300人が参列した。会場には、斉藤の座の名だった、合気木突の文字が掲げられ、かつてのライバル、山下康弘前十連副会長や教え子の国士、大監督、鈴木刑事、 全日本柔道連盟会長の宗岡昭治が長寿を述べた。2018年9月には国際柔道連盟の殿堂入りを果たした。ありがとうございます。